終わりました。ああ、ドロッドロ。リアルにね、原住民なんですよ。今までで一番きつい。この真夏の34度5度の時に、朝から晩まで林業やってた。明日の撮影頑張りましょう。はい。頑張るぞ。そうだけど、あそこの方が下から見るより怖いよな。やってる。やってる。足がえぐいぐらい伸びた。大丈夫。あ、もも筋がめっちゃ伸びた。足長くてよかった。俺多分行ったハブハブだ。ちょっと次は優しく降りるわ。猫。にゃー。Yes! Yes! よし、いけるわ。綺麗。いやー。うわー。イエス。ちょっとほっといてくれ。ちょっと顔色が悪い。自分でも分かるぐらいね、もう体がね、おかしくなってて。マジで横になった方がいいよ。30、40ぐらい。これでまあ多分しっかり回りきって一発で決まるんちゃいますかっていう話ですよ。
2回ぐらい惜しいのがあってんけど、うんうん、最後でもう真上から落ちちゃって腰にビキッてきて、今こう前屈すると変なこの違和感があるからめちゃめちゃ悔しすぎるけど、ちょっとやめとくわ今日は。ごめんよ二人とも。おおすげえ。撮ってない撮ってない。一番しんどこれっすよ。というわけで今日は映像の最後のシーン、イカダバックフリップの撮影に来ました。タネちゃんと、いや、正気です。Yes. この二人に今日は手伝ってもらいながら、この海で脱出したいと思います。潮が満ちてきてて、だいぶ早くせんとまずいから、でもタネちゃんがあそこで溺れかけてるから確かますね。よし。
頑張ってください。はい。頭悪かった。今のはテストです練習は完了ということで、本番に向けてちょっと調整してきてますちょっと一瞬で着替えるわ。もう一回貸してくれ。足らんかった。ただ折れたパレット。そやな、満ちてくんの早すぎるわ。これが3回目です。もう夕日もだいぶ傾いてるんで、ほんまに多分最後これで決める。あかん、ちょっと今日中止で。ぽっくなかったらほんまに死んでた生きてるってことはまた次回あるってことや。ありがとう。というわけで、イカダバックフリップ撮影 Day 2です。今日はこの海に来てます。そしてメンバーはヤマト、そしてデータ棟梁カミちゃんですで、ナオキ、はい、これでもうメイクってもう全部撤収してこの映像終わらせる。やった。もう最後あれに向かって脱出する。俺はこれやばくないめちゃくちゃめちゃくちゃ危ない。帰ってきたちょっとやっぱり脱出するのやめといた。イエス、帰ってきたイエス、いやあらい、あざっす。マジでみんなのおかげや。もう最高や。ありがとう地球。イエス、決めた。帰るぜ。想像以上にむずいわWe'll be right back.
でもいけるよな、ここな。あ、めっちゃいいや。というわけで今日はスラックラインフロントフリップの撮影をしたいと思います。前代未聞のトリックなんで、まずは体だけで練習したいと思います。ここにリアタップしてフロント、なかなか悪くないアイデアね。悪くない。これ無理説やな。ラインがこう前後に動くんが多分この力が逃げてる原因なんで、今からこいつをガイドとして打ちます。ここに。GoPro ビデオスタート。完全に地面に着地しちゃった。ちょっと見えたわ。見えてしまったって感じだな、どっちかというと。でも疲
れた今日なんか。完璧。イエーイ。じゃあもうパッとできるだけ減らして草持ってやります。今後の選手生命を考えてこれは置いときます。エンドタムね。俺も大人になったよな。むずいクリックなんですよ。数ミリ単位の話なんすよね。見てるみんな分かると思うけど。分かんねえ。よし、決めるわ。はい。ナイス。イエス。ナイス。取れてる？え？え？とか。ほんまに取れてないかも。え？どうしたん？取れてないっす。おい。あ、俺のミスです。俺が電池変えた後にテンション上がってそのまま行ったっていう。まあまあまあ、ちょっとスケッチやったからさ。ああね。ちょっともう一回どっちにしろやろうと思ってたから俺、取れてたとしても。オッケー、もう一回行くわ、俺は。頼むよ。うん、行く。取れてる。おお、待ったってよかった。完璧。いやもう疲れたって。何回すんねん。ほんとや。いやー、これでこのワイルドサバイブの一番ヤバいトリック撮影終わった。マジでちょっと新田はじめもうカメラマンとか設営とかもういろんな友達にめちゃめちゃ手伝ってもらってこの半年間かかってやっとライドトゥサバイブできました。もうとっくに夏終わったんですけど、いや本当に皆さんのおかげです。ほんまにほんまにみんなありがとう。友達、これで一旦今回の撮影は終わりかな。クランクアップです。ありがとうございます。いや、うえー、ふー、大丈夫？いいやん。いやいや。よ。滝のようにです。いや。やば。いいんじゃない？よ。